おやでした。委員長団と申します。よろしくお願いいたします。いきなりですけど、今日これあります。好きなカップ&ソーサーを紹介する。はい、何本か前の動画でですね、僕の好きなマグカップですね、この単体のコップ、マグカップを紹介するという回やりました。で、そこでカップ&ソーサーは次回やりますと、別の回でやりますという形で、で、今日そのカップ&ソーサー、受け皿とコップのもの、これを今日僕の使ってる好きなやつあるんで、見てくださいという感じですね。というわけで、どんどんやっていきたいと思います。まず一つ目です。よろしくお願いいたします。ちょっと紹介しようと思ってるやつ全部すげえいいんで、すごい迷って、1個目迷って、イモリミユキ、イーホシユミコのカップ&ソーサーですね。まあ、カップ&ソーサーっていうか、これソーサー別というか、まあ、普通に皿としても使えますみたいな。一応これでカップ&ソーサーになるみたいなやつですね。見てください。もう完全に、いや、これ割と有名かと思うんで、食器好きな人ももちろんそうですし、まあ、好きでない人も雑貨屋さんとか、ちょっとおしゃれな雑貨屋さんとかで、まあ、インテリアとして、一部として置かれてるぐらい、結構有名なものだと思うんですね。なので知ってる方多いと思います。やっぱね、独特なこの質感っていうんですかね。ちょっとマットな感じ。ですかね。で、この裏がもうすっごく、このね、なんか、はい、でこっちもこうですね。でこのセット、これ値段はもう完全に忘れたんで、テロップでお願いします。なんですよこれね、まあ、割と長いこと使ってるんで、このコーヒー渋というんですかね、まあ、割と残っちゃってるんですけどね。この色が割と結構多くあるので、いろんなものを好きな中から選べると。でもこれやっぱこのね、なんかこのいいっすよね、この感じ。飲み口はすごく細いですね、これは。なので、このスッと、割と、なんですかね、多めの量が口に入ってくるというか、そういう感じになってます。この持つところはすごく小さい。この指1本ですね、完全にこれは指1本。これに、指2本入れたい人がいたら、やめた方がいいです。このカップの佇まいっていうんですかね、こいつ自体がおしゃれっていうか、ここの空間を、なんですかね、カフェクトさんっぽくしてくれるというか、ちょっとなんかこの大人っぽい雰囲気、そしてこの、スッとこう、こんな雰囲気をスッとさせてくれて、この、ね、コーヒータイムを楽しめる、そんなね、一品だと思うんですよ、私は。なので僕も、まだまだ気持ちは中学生なんで、大人な気分になりたいなと、窓辺で雨の降ってる日に思うときは、この、いい星組子さんで、このスッとこう、ね、こう。というのを楽しむ形になってますね。はい、というわけでトップバッターを飾ったのはいい星由美子さんでした。ありがとうございます。1個目迷ったんですよ。多分一番有名、全部有名かもしれないですけども、まあ、ちょっと見たことある人がいるやつでトップバッター飾りました。どんどんいきましょう。2つ目です。ベベベ、はい、もうウェッジウッドです。ウェッジウッドのアレクサンドラですかね。これも言わずと知れた、どっかの国の、陶器メーカー、陶器ブランドになります。これも超有名ですね。これウェッジウッドという名前だけ聞いたことある人も多分多いんじゃないかと思います。高級陶器メーカーですね。もともとは多分1000円とか2000円ぐらいの値段なんですよ、定価確かね。なんか高いんですよ、上品。これも詳しい説明はテロップでぶち込もうと思ってるんですけど、勉強してこいって話ですけどね。もうウェッジウッドは完全に多分世界で一番有名なんじゃないですかね。世界知らないですけど、もうなんだろう、ちゃんとした偉い人たちの会議とかでも出てくるぐらいのって聞いたことあるんで、すごいちゃんとしたやつですね。で、なぜこれ僕持ってるのかと。まあ全然買えるんですけど、どこでも、新宿でも店ありますし、どこでも買えるものになるんですけど、これ私ですね、いつかの動画でも言いましたけど、誕生日プレゼントで打ち込んでもらったんですよ。3、4人にお金を出し合ってもらって、サプライズで買ってくれたものになります。っていう思い入れもぶち込まれたアレクサンドラになるんですけど、そう。なんで嬉しいんですよ。で、アレクサンドラ、これ一個一個、名前がついてますね。結構陶器ブランドから出てる、こういうコップとか食器とかに名前ついてるもの多いじゃないですか。で、ウィッチウッドも、漏れなくそういう感じになってて、インディアとか、ワイルドストロベリーとか、あとなんだっけな、プシュケとか、なんかね、そういういろんな名前がついてるんですよ。というか、その名前も、佇まいも高級感溢れるものなんですけど、やっぱね、高いだけあってわかります？これ。ちょっと近寄ってください。はい。これね、光り輝いてますね。このキラキラして。で、ちゃんとこの、ソーサーのここももう漏れなくというか、すごくしっかりとあれされていますね。これやっぱりすごいっすよね。高いだけあるというか、貧乏なコメントなんですよ。ウィッチウッドなんかいろんな、なんですか、時計も出てるし、なんかいろんなので、まあ、もちろん食器もあるし、面白い一面もあったりするんですけど、なんかウェッジウッドショップみたいな、伊勢丹とかそういうデパートとか、入ってるとこあると思うんですけど、行ってみると結構面白いですよ。
全然興味なくても、これ僕の話を一回このウェッジウッドってこう認識した人行ってみたらちょっと面白いと思います。コーヒー興味ある人、飲み物興味ある人。まあコーヒーカップだけじゃなくて、もちろんティーカップとかも売ってるんですよ。ティーカップの方がちょっとね、ブインとした形のなんですよね。ティーカップとか、ティーポットとかも売ってるし、あと砂糖入れるだけ、シュガーポットとかも売ってるんで、いろいろあるんですよ。飲み物とか、食器とかそういうの関するもの結構売ってるんで、まあ、さっきも言った時計もあるぐらいなんでね、暇潰せるところも騒ぎじゃないぜって話ですね。こう言ったらちょっと店の人に怒られるかもしれないですけど、でめちゃめちゃ面白いんで、ぜひ全然興味なくても一回騙されたと思って、なんすかね、まあ、ウェッジウッドとかそういうなんか聞いたことある行ったらとかね、陶器が売ってるところにちょっと入ってみると全然知らない世界があって面白いんじゃないかと思います。僕も最初なんですかね、たまたま働いてたカフェでこういうのが置いてたんで知ってて、でたまたまデパートに行って、あこれ使ってるやつやんけと思ってふわっと入ったら、こんな種類あんのとか、たっけとかね、もともとね働いてる時から絶対割るなよと言われてたんで、これ割ったやつはあんまりいないからと。僕もカフェのアルバイトしてる時結構割るタイプの人間だったんですけど、さすがにこのウェッジウッド、あとジノリ、リチャードジノリも使ってたんですけど、その2つは割ったことがないです。で他のグラスとかそういうものに関してはめちゃくちゃ割ってました。僕と僕の仲のいい先輩、僕にナイスカットミルを勧めてくれた先輩ですね、すごく洗い物が早くて、まあ、元気な2人であったんですけども、まあまあ割るツートップだったんですよ。である日ですね、僕店長に呼ばれて、まあ、その先輩何々とあと西田くんは信じられないぐらいお皿を割ってるから、だいぶ気をつけてくださいとご指摘を受けたこともあるぐらい割ってたんですけど、さすがの私もこれ割らなかったです。ありがとうございますっていういろんなね思い出も詰まった、誕生日にもらったウェッジウッドなんで、すごくですね他のも欲しいんですよ。他のも欲しい。このいろんなやっぱさっき言った名前のついて種類がいっぱいあって、ごめんなさい2個目で結構喋っちゃってるんですけどね。でこれねウェッジウッド好きな人なら、あもうポンポンと、あれかあれかみたいな思ってると思うんですけど、結局不朽の名作ワイルドストロベリー、これ確か一番最初からあるんですよね。このウェッジができてるからもう何十年もずっと、いつかねこの棚に並んでたらまた紹介したいと思います。これめっちゃ可愛いんで見てみてください、ワイルドストロベリー。ちょっと長くなった可能性ありますけど、いきましょう。3つ目です。はい、これでやんす。これですね、トークという会社の石亭という名前のついたカップ&ソーサーセットになります。これ石亭という名の通りですね。このわかります、こういうやつ、おしゃれじゃないか、おつな空間を醸し出している庭、砂とか石のあるじゃないですか、それが名前になっちゃってると、こことここのライン、これはですね完全な一目惚れでしたね。一目惚れというか、まあ一目惚れでしたね。東京駅、付近にですね、ベストデザイン賞、グッドデザイン賞ショップみたいなのがあるんですよ。このかつて、そのデザイン賞を受賞したいろんなもの、傘とか、傘立てとか、カッパ、それこそコップとか、あと歯ブラシとか、なんかそう雑貨とか、あらゆるものが置いてて、超面白い店なんで、それがあるんですよ。グッドデザインストアか。前、ふわっと行った時に、これ置いてて、ああ、美しいと思ったんですよね。まっすぐ買っちゃいましたね。これ、いくらだっけな、3000円前後でしたね。3000円前後。ごめんなさい、僕、この会社名も全然知らなかったんですけど、これは、この絶対紹介することになるだろうなと思って、この説明書だけ取ってたら箱が好きなんですけど、これ、リビングトークっていう、なんですか、LINE なのかな、生産岐阜県多治見市。はいはいはい。メイドインジャパン。はいはい。まあ、リビングトークとリビングでお話をしようぜ。そういうコンセプトなんでしょうね、多分ね。で、これね、いろいろかっこいいこと書いてるんで、和のものづくり、魔のものづくり。はい。リビングスペースに和みと語らいを生むブランドでありたい。あと、ちょっとかっこいいこと書いてあるんですけど、読めない漢字もあるんで割愛します。で、こういう見開きになってます。もう、かわいいね、食器とかが置いてありますね。この、ツヤと色のない、しっとりとした手触りの器は、石を感じさせ、卓上に石亭が立ち現れます。間違いない。僕もこの、なんすか、セットを見たときに、それっぽいなって思ったんですよ。この石亭っていうこいつの固有の名前を知る前に、あその名前知らなかったんで、石の美しいやつっぽいなと思って、かっこいいなと思ったんですよ。卓上に石亭が立ち現れます、現れますじゃないんですね、立ち現れるんですね。こうす、うん、電子レンジも一応使えると、食器洗浄機もいけると書いてますね。ちょっと調べてみたら、このラインが縦のやつも あったりしましたね。でこの波紋みたいなこのうねうねが
こうストライプというかこういうのもあった。これめちゃくちゃかっこいいなと思いましたね。この本当に石底、この丸のお皿に対してこう、それも良かったんですけど、これはもう僕一発ね仕留められちゃったんで、その目の前でこれでぶち込みました、ね、さっきも書いてました、色とツヤのない感じ、まあ、若干ありますけど色もツヤも、こっちはツヤないですけど、これは本当に裏は何もないですね。すごい本当にね、この手触りというかこの質感伝わりますかね、この石っぽい感じ。それこそね、あの光の差してる午前11時とかにこのね太陽の光がこの溝に当たってこの影が生まれるわけですよ。今ちょっとね若干生まれてますけど、これやっぱり、ね、影を楽しめる。おさん、これやっぱね大人への階段を ものすごいスピードで上がれるコップだなと思います。今日後であのコーヒー飲ませてもらうんですけど、今日はこれを使ってもうちょっと接近して入れたいと思いますんで、とりあえず3つ目紹介しました。リビングトーク石庭よろしくお願いいたします。というわけで4つ目いきますね。4つ目で最後ですけども、いつもの通り謎の番外編となっていきたいと思います。番外編でめちゃめちゃ軽く3つ紹介します。ありがとうございます。はいはいはい、じゃあ番外編いきますと、 なぜ番外編か、まずこれですね、ま、あの操作がない、これね操作割れちゃったんですよ。あの、ま、猫が落としたか僕が落としたかどっちか忘れたんですけど、ものすごく好きでした。同じ柄の、縁にこう書いてある操作があって、こういうカッパの操作だったんですよ。でこれも、カフェでバイトしてる時に、そのバイトの子が辞める時にそのみんなにね、あの贈り物してくれたんですけど、いろんな種類の贈り物で、僕がもらったのはこのカッパの操作のセットだったんですよ。でもこれね、それ自体最高に嬉しかったですし、センスがめちゃくちゃね、うん、これね普段使い最強説をその頃唱えてましたね。このね何とも言えないボヤボヤの感じのやつと、やっぱね使いやすい、全てにおいて使いやすかった。サイズ感もちょっとそんなに入らないです、多分140とかいって 150cc とかなんですよ。ちょうどいい。マグカップだとね、あめちゃめちゃ多いなと、後半すげえぬるく冷たくなるな、そういう時もうちょうどいい。これなくなっちゃったんですよ。なんかねミカサっていうところのやつなんですよね。ミカサってやつ、これねバチクソに調べたんですけどなかったですね。昔はあったのかもしれない、似たようなやつもあったんですけど、これとぴったりの操作はなかった。なので、まあ、アウトレットというか番外編ですよね。これ単体でも可愛いんで、まあまあ使ってます。これもはい、次これです。これは僕インスタで一回登場させたものになりますね。スタバのコーヒーを飲むときに、このどこだかで買ったこのすごいプリンプリンのやつですね。このプリンプリン、さっきの石庭ツヤがなくって書いてましたけど、これはもう逆にツヤしかないです。ツヤツヤ、これが確か、で300円ぐらいで買いました。このセットキッチン雑貨屋さんみたいな、コーヒーメーカーとかいろんな食器とかも売ってる、水筒とかね、そういうの売ってるお店で買いました。安売りでしたね。これなんか、かなり初期に買ったんですけど可愛いなと思って、たまこれはたまにですかね、たまに使ってます。飾っててもなんかその可愛いんで変な空気をね出してくれるんで、これ番外編で1個紹介しましたと。はい、これ番外編3つ目、これ番外編に共通してるのは、まあ、これとこれだけですけど、あ安いです。これも1000円ぐらい。これソーサーが三角、謎の三角、これがですねコップうねうねなんですね。飲むところがどこで飲めばいいか瞬瞬させられると、こういったカップになります。ソースターも飲むやつも変な形をしている。これはねな、AZA セレクションって書いてますね。これどこだっけな、町田のなんかビルの中の何かしらの店で買いましたね。これ陶器専門店じゃないところで、雑貨とか売ってるところで買いましたね。でこの持ち手なんですけども、前にマグカップの紹介した時にコップの形状によって飲む人のシルエットが変わるっていう話をちょっとしたんですよ。ここねガバッと持てばこうワイルドな感じに見えるし、この場の雰囲気をね変えると話をしました。でこれね一個僕もこのカップ&操作編でも一個言おうと思ったことがありまして、これについてですね、持つところで一番近いのがこれかな。まあ、この場に僕の言おうと思ってるものはないんで、仮でこれにしますね。このさっき言った石庭、ほらここがめちゃくちゃ小さいんですよ。持ち手があの本当にないんで、まあ、画像でもしできたら出したいんですけど、あれ指ね入らないんですよ、レベルの小さい、まあ、指細めの方だったらもしかしたら小指は入るかなみたいな感じなんですよね。で何それと思うじゃないですか。で今試しにこれで実演するんですけど、これだけで持つと危ないんですよね。そもそも指が入らなくて安定しないから、なんでこうこれを持っていくんですよ飲むときは。で指入んないんでこうつまむことになるんですね、おのずと勝手に小さい入んないから。これが狙いなんですよ。僕これどっかね本かなんかで見たときにおおと思いました。
こういう、ね、シルエットをあのつまむと、嫌が王でも気品があるように見えると。美しくたしなんでるこの様、なんかちょっとね、あのティータイム午後のあのどっか外国の昼下がりにこのパラソルの下でこうやって飲んでる光景、ちょっとね思い浮かんだりするじゃないですか。上品なコーヒータイム、ティータイムって言ったらまさにそれを自動的にやらせてくれると。誰しもがつままないといけない。で指先がこうなって、上品に見える、気品があるように見える。でかつこのソーサーも持たないといけない。でこれでね、こうやってこうやって飲むよりもわざわざこの口元までソーサーも持っていってこうつまむと、つまんでこう、もう上品、ああもう上品。これはねびっくりした。カップやっぱ作ってる人の思いというか、あすごいなと思いましたね。これこれ今日ね、あの今日というかもうその前回のシルエットが変わるぜって言ってる時からも言いたかったんですよ。なんでもしかしたら僕の知らないね、なんか操作の形に込められた思いとか持ちやすさ、僕が想像してる以上にあのこだわってる部分とかあるかもしれないんで、まだまだちょっと追っていきたいなと思いますね。皆さんももしそういうのあったら教えてください。よろしくお願いいたします。最後です、最後。もうね、あの僕持ってるもほとんど今日紹介してる感じになります。あそんな持ってないんで。はい、最後です。アラビアのサハラカップ&ソーサーセットです。前回に引き続きアラビアが鳥を飾りました。前回はこれですね、マグカップ、デイジー、アラビアのデイジーで、これはサーラという名前の、まあ、モデル名というか、これいくらだっけな、これそこそこしましたね。僕はこれあのカップ&ソーサーですごくあの好きなところがあって、あのここ、この置くところがちゃんとあのコップの形になってるの好きなんですよ。結構こうずれないというか、ちゃんと真ん中が決まってるのいいなと思います。これ決まってないのあるんですけど、このいい星ユミコも石手も決まってないんですけどね、まあ、これはこれで。このねソーサーもこのくびれっていうんですかね、がちょっと高いというか、他のよりあの何ですか、このなんで持ちやすかったりとか、でこの、ね、シルエットもかっこよかったりします。さりげないこのロゴというかね、これもあって、まあ、これが今日の鳥たるゆえんとしてはですね、この柄の何とも言えないちょうど良さと、まあ、これ完全な個人的なあれなんですけど、そういったちょうど良さと、あと量のちょうど良さ、これがねすごくいいですよ。なんで普段使いとたまによし飲もうと思って飲む時のちょうど中間ぐらい、ちょうどいいポジションを占めてくれているこいつなんですよ。気合い入れすぎずにこの落ち着いた気持ちでこの高い豆だったり、まあ、好きな豆を迎え入れてくれると、そんなカップになります。持ち手はやや一本にして大きめ、一本がスーツ入る。前回のデイジーもそうでしたけど、やっぱなんかいいなっていう感じなんですよね。まあ全部そうっちゃそうなんですけど、じっとりとした良さがあるというか、アラビアのカップ&ソーサー、こういうなんか、まあ、いろんなのあるんですけど、すごくなんだろう、いいな、みたいな感じのが多いんですよ。すっごい全然伝わらないんですけど、存在感に奥行きがあるというか、まあ、こんなのもそうですけど、高いものってやっぱそうなんですよ。さっきいい星ユミコもこれもそうですけど、なんとも言えない存在感にこの奥行きがあるという。これ安いものって、例えば僕持ってる中で言うと、この安い、比較的安めのものは形が特徴的だったり、この見るからに色がね、このポップで可愛かったりして、この第一印象で分かりやすい、あー可愛い、あーすごい変な形してるみたいな、まあ、それはそれでね、その第一印象が面白かったり、で安くて買いやすかったりで、すごくいいんです。高いものはやっぱこの普段使いしててもどこか飽きなかったりとか、こう眺めて新しい発見があったりとか、こんな変な絵なのとか、なんですかね、やっぱ長く付き合っていく前提でこのねお金をベットしても、ね、全然悪くないんじゃないかと思いますね。高級と名の付くものに関してはどっちも兼ね備えてるんじゃないかなと思いますね。この奥行きもあるし、パッとした華やかさもあるし、まあ、いろんな種類がねそれぞれモデルもあるんで一概には言えないんですけど、もちろんで、このアラビア、最後に紹介したアラビアに関してはもう、ああなんかいいなって思いますね。でアラビア他のもね、すごくなんだろう、大人になってからいいなと思い始めたものたくさんあるんで、これちょっと、ね、他に買いたいんですよ。なんだかんだほとんど紹介しました。僕持ってるカップ&ソーサー、こいつらと日々コーヒーライフを送っていますと、そういう形になってますね。で今日先ほども言ったこの石手さんでちょっと今日いただきたいと思いますんで、すぐ飲みますんで、お付き合いください。飲みます、これで。まあ、その前に若干近づいて、はい、こうですね、はい、なんか青系が多いですね、こう見ると。青系が、これはちょっとあれですけどね。で上に行くと前回の、鳥の
デイジーちゃん、そしてマリネッコさんがこんにちはしてますね。はい、入れます。メリタで100均の耐熱ガラス、メリタイルガチェフェ、豆がちょっとね小さいんですね。よろしくお願いいたします。ポーズ。失礼いたします。いいですね、これ改めて見てください。この完全に庭ですよね、これね。うん、完全に庭です。メリタ、蒸らしたあとはもう注ぎっぱなしです。はいはいはい。いや、メリタの赤いロゴかわいいですね。そして庭があると。これにコーヒーを入れると。石の庭にコーヒーを入れる、これの概念と概念の衝突。うん、ありがとう。これご自宅のテーブル、木のテーブルとか窓辺とかちょっとねセッティングしてみて、脳内でセッティングしたらどういうかっこよさになるのか、ぜひですね。はい、以上、今日は僕の好きなカップ&ソーサー紹介しました。どうもありがとうございました。またね。